僕は肉うどんに唐揚げをつけました。どうも。早速やってます。はい。お茶のカフェに。そして、コーヒータイムです。おはようございます。花道さくらチャンネルの藤田です。ご視聴ありがとうございます。今日は久しぶりにロードスターでドライブです。晴れたらねバイクで出ようかなと思ってたんですけど、予報ではね曇りだったんで、ワンチャン、大丈夫そうだったらバイクで行こうかなと思ってたんですけど、やっぱ朝起きて天気予報見たら雨になってました。はい。で、出かける前降ってなかったんですけど、もう今結構降り出しました。はい。バイクで来なくて正解です。でね、今日はどこに行くかと申しますと、東広島福富町にある黒小屋さん、はい、店主のね、明美さんバイク乗られてて、過去2回かな、はい、一緒に走ったことがあります。コロナでね、はい、売り上げの方が厳しくて、ツイッターでね、店主のあけみさんが、大変なんですと、このままでは潰れてしまいますっていうツイートをしたところ、もうたくさんのライダーさんたちが、はい、応援に駆けつけて、で我らがヘルメターさんもね、はい、で毎月1回黒小屋祭りっていうのを開催して、今すごく盛り上がってる、はい、お店です。私の方もね過去何回か黒小屋さんのを紹介してるんですけど、うわすごい雨、これすごいな、これすごいな、いやー結構降ってますね。バイクで来なくて正解です。いやーもう昼のまだ12時半なのに真っ暗ですよ、そら。いやほんとバイクで来なくてよかった。これね、天気予報がね、降水確率 30% ぐらいだったんですよね。なのにこの雨っていうことは、原因があるんですよ。実は出かける前に実ぺけな虫さんから連絡があって、俺も行くよって言って連絡があった。おおすごいな、連絡があって、俺虫さんが行くことになったからこの雨になってるんじゃないかと思います。いやーこれすごいな、バケツひっくり返したよ雨の前。はい、黒小屋さん到着です。はい、変な人がいます。変な人がいます。はい、ハマッチです。すごくなかった、雨すごかったよ。バケツの水ひっくり返したよね。雨が降ってきてさ、ワイパー効かんぐらい降っとったけんね。おお。その原因はね、この人です。この人が急遽参加するって途端もうこの雨じゃもん。雨を呼ぶ男です、ね。雨を呼ぶ男。本当にもう。雨だけこれで。ああ。可愛いでしょ。うん。ああ、可愛い可愛い。ハマチかなと思いながら、ライトの色とか。
もうそれっぽいなと思った。ハリが好きなんで。早速やってます。早速やってます。なんか新しい看板ができてます。はい。突入します。はい、こんにちは。あれは言うとってくれりゃダメじゃん。来たよ。今日は雨が降るけど、車じゃね。うん。いや、バイクで来ようかなと思ったけど。うん。すごい。いやー、車で来て正解だった。何言った私は。雷が怖くて。じゃあ、うどんしようかな。じゃあ、味噌うどんのあったかいやつ。そうですね。うん、ライダーさんもいっぱい来てます。はい。いや、俺のあるかな。はい、行きましょう。僕は肉うどんに唐揚げをつけました。この唐揚げはなんか流行ってるね、今あのドボンってやつ、うん、それをしようかなと思ってます。はい、じゃあねドボンしますよ。 OK。 こっちじゃあ、はい、いきます。ドボン。2個ぐらいいってきましょうかね。はい、うん、はい、ドボン。どうですか。はい、ではいただきます。ここいただきます、はい、これね、ほんとねうどんがうまいですよ、うどんが、うん、アップすぎる。肌のキメが。うん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 。ジューシーで。ワンパクのやつってどうかな。ラヤッと美味しい。見たな。すごい今入ってる。あ、これね、コロッケ入れても美味しいらしいでしょ。そうです。でもワンパクにしてもうどんも二玉だけ。ディスペケに乗ってる牛さんが今日はロードスターを運転します。おーおー、半端に落ちてる。半端に落ちてる。またあのユウコに怒られるよ。そこ信号すぎて回る。ああ。今すげえダイレクト。ハンドルがすごいダイレクト。はい、オシャンティーなカフェが見えてきました。めっちゃオシャンティーだ。うわー、おしゃれ。おー、どこ入りゃいいかな。すごい、一盛り上げ。うわー、おしゃれ。はい、到着。はい、はい、
もないのに見せなきゃできるんだろはい、おシャンティーなカフェに来てコーヒータイムです。だけど外の電源がああもうそれは死んどるけん、そう職人にとるよ、ね、ああこれやね、ここもあのヘルサンスポットやね、聖地化しとるよ、ね、ファミリーショップ大山さんコソ泥みたそうだ桜へ行こう。